はい、皆さんこんにちは、いい時間帯ですね。原博美です。今日は昭和の日ということで、昭和の僕とすれば本当に今はいい時期で、いい祝日で、ゴールデンウィークでサッカーの試合もあったり、旅行行ったりという日なんですけど、まあ今こういう時期なのでなかなか外に出れたり旅行もできない、まあそういう中で今日は子供たちから僕に対して何か質問があれば、その質問に答えることで子供たちの少しはお役に立てればと思って、子供電話相談室という形でトライしてみたいと思います。はい、どんな質問が来るかちょっと不安だけどね。はい、原さんこんにちは。YouTube 視聴者の皆さんこんにちは。こんにちはじゃなくておはようございますですね。10時。あ、まあおはようだな。おはようですね。おはようございます。おはようだね。ついに配信始まりました、うん、原おじさんの子供電話相談。今日はここにいる J リーグ副理事長の原おじさんがお家にいる子供たちのために一肌脱いじゃうという企画なんですけども、すごいですねこれ。すごい。あ、質問あんのかな、それが心配。質問は事前に募集しまして結構来ました。あ、募集、あ、してたよね。はい、うん、でたくさんいただいたんですけども、今日はその中から何人かのお友達と電話をつないで原さんにいろんな質問を子どもたちからぶつけてもらいたいと思います。よ、なんかね、答えられることであれば答えますよ。はい、はい、でこの原おじさんの子ども電話相談なんですけども、原おじさんに答えられない質問はないということで、お家にいる元気な子どもたちのサッカーに関する疑問とか質問に原さんが電話で答えるという企画なんですけども、はいはい、原さん意気込みいかがですか今日。意気込み？はい、そうだね、まあどんな質問が来るかっていうのもあるし、まあ皆さんよりは長く生きてるからね、いろんな経験してるから、その中でもなんか一つでも二つでもお役にあればいいなっていう思いで、今日飛んでます。はい、であと、はい、今日これ生配信してるじゃないですか今。うん、で今回はちょっと僕もですね、どんな展開になるか全く予想ができないんですよ。もう俺もできない。はい、でいろんな予想できないことが起こると思うんですけども、はい、まあ、視聴者の皆様もそれも含めてね、楽しんでいただければ幸いです今日は。そうだ、まあそうだね、何が起きるか分かんないけど、まあそれはそれでやってみましょう。はい、はい、では早速最初のお友達に電話したいと思います。はい、お願いします。これちょっと出てもらえるのかも僕不安なんですけど、はい、出なかったらどうするか。出なかったら次のお友達に。あ、そうか。はい。じゃあ、早速最初の質問なんですけども、はい。植月瑛太くん、10歳、小学5年生からいただきました。はい。瑛太くんですね。はい。はい。で、質問です。僕は小学5年生です。将来はプロサッカー選手になりたいです。はい。試合の時に負けてる時やミスをした時に慌ててしまうのですが、どうすれば冷静にできるようになれますか、またいいトレーニング方法などあれば教えてくださいという内容なんですけども、うん、まあミスをした時に慌ててしまったりすることってよくありますよね、サッカーやってたりすると。まあサッカーはミスの連続だからね、うん、ミスってないし、で冷静になったり本当に難しいことだと思うんですけども、うん、それを直したいっていう内容ですね。ああ、そうなんだ。はい、わかりました。小学校5年生ね、瑛太くんね。瑛太くん、小学校5年生。はい。じゃあ、ちょっと緊張なんだけど、早速電話してみたいと思います。お、電話して。はい。じゃあ、行きまーす。出るのかな？出てくれるのかな？なんか昔あれだね、あの彼女に家電かける時ぐらいドキドキするんでね。あ、どうしたんで、原おじさんの子供電話相談ですけども、瑛太くんですか。あ、瑛太くんおはようございます。原おじさんの質問ありがとうございました。原さん聞こえます？聞こえ、
エータ君の声があんま聞こえないよ。あ、エータ君の声あんま聞こえない。エータ君、もうちょっと大きく喋れるかな？あ、あれ？原さん聞こえます？なんかさ、楽器の声はよく聞こえるけどさ、はい、エータ君あんまりよく聞こえねえな。あら、エータ君、もうちょっとボリュームを大きくすることできるかな？イヤホンで聞いてみるか。すいません、僕がハンズフリーにするの忘れてました。すいません。そうだよな、だって聞こえないもん。あれ？エータ君今 YouTube 見てる？見てます。あ、YouTube のね、音量をね、一旦ね、ゼロにしてもらっていいかな？ YouTube の音量ゼロにして。はい。YouTube 見てんだ。そうですね。はい、見てます。あれ？俺の声聞こえてるわ。エータ君、YouTube の音を一旦ゼロにしてもらっていい？あれ、もしもし、エータ君？はい、ウェスケータです。あ、聞こえます？じゃあ、原さんに今から変わりますね。はい。原さん、どうぞ。エータ君、おはようございます。おはようございます。小学校5年生？はい。小学校5年生だと、小学校って8人制でやってますか？サッカーは。サッカーは8人制です。8人制？ポジションはどこやってんの？ミッドフィルダーの真ん中です。ミッドフィルダーの真ん中か。じゃあ、いっぱいパスを出したり、攻撃も守備もいっぱいするとこだね。はい。得意なプレーは何ですか？点を決めることです。え？点を決めることです。あ、点を決めるのが得意なんだ。あー。で、今日のさ、今日の質問は、あの相談は、そのミスをしちゃった時の話だっけ？ミスしちゃった後とか、その後どうしたらいいかとか。だよね。いろんな選手を見てきたけど、なんだろう、サッカーってミスの連続だから、どんな上手い選手でもミスしない人いないよね。だから、ミスをしない方がいいんだけど、大事なのは、多分、その、ミスをしても、それを引きずんないことが、まず大事。だと思う。ミスをしてもね。だけど、本当はミスをしないのが一番いいとは思うけど、さっき言ったようにサッカーって絶対ミスはする。でも、多分、瑛太君も分かるように、上手な選手いるでしょ？例えば、そういう中盤で言うとさ、中村健吾とかさ、遠藤やっととかさ、中村俊輔とか、小野伸二とかさ、日本でもそういう上手な人いるじゃない？で、ああいう人たち見ると、多分、誰よりもこう、周りを見てる。わかる？ボールが来る前、ボール受けるときだけじゃなくて、なんか常に周りを見ているから、なんて言うんだろう。常に、こう、いろんなことが見えてる人がミスが少ないのは少ないんだよね。だからもし、それでミスをしないようにするけど、大事なのは、仮にミスをしちゃったら、もうそのミスは取り返せないから、気持ちを、なんだろう、今度次のプレーに持っていって、次のことを、今度は、さっき言ったように、今言ったように、またいろんなことを見て、ミスをしないように、また続けること、それを続けていくことしかないかな。だから、一番良くないのは、ミスして、一番良くないのはね、ミスして、そればっかりに引きずれちゃって、ああ、なんであんなミスしちゃったんだろうって、ああ、なんでだろうって思うのはあんまり得にはなんない。もうそれは、まあそれで、例えばじゃあボール取られちゃったとしたら、守備をすればいいし、あるいはミスパスになっちゃったとしたら、ああ、次はどうしたらいいんだろうって、次のことを考えた方がいいかな。で、いい選手はね、常にそういうふうに考えられる、考えてる。そしていつもこう冷静に
自分をこう見つめられるっていうのがいい選手のような気がするな。はい、どう、エータ君はさ、その点が取るのが得意だったらさ、じゃあパスも得意だけど点が取る方が得意なんだ。はい。右足と左足両方とも得意なの？左足、まだそんなに得意じゃないです。ああ、そう。でも、一番得意な形は何？どういうシュートが得意なの？ドリブルシュートとか、ボレーシュートとか、いろいろあるよね。ドリブルからのシュートが一番得意か。ああ、いいんじゃない？ドリブルで、自分でこう抜いていける選手っていうのはやっぱりね、ボールが、なんだろう、相手が来てもあんま慌てないし、ボール取られないっていうやっぱり自信もあるわけだから、そういうのをどんどん磨いていって、だからミスは全然気にしなくていい。もうその次を、次のプレー、もっといいプレーをするように常に考えて、サッカーってほら続いていくから、もう終わりじゃないから、それを続けるっていうのが大事だと思うよ。今は練習できてんの？今は練習は自分で工夫して、なんかラガーとかリフティングしたりします。ああ、そうなんだ。それが大事。なんかコーチから、もちろんね、普通に練習できてるときはコーチからの指示あったりするけど、自分で考えて自分の得意なプレーを伸ばしたりとか、今何が やれるかなとか、自分で工夫してやる選手が一番伸びるな。はい、だから今はやれることを限られちゃうけど、その中でもいろんないいプレー見たりとか、あるいは今言ったように自分なりのトレーニングをやっていくっていうことは、絶対またあれだよね、サッカーがこうやれるようになったら生きてくると思うから、頑張って。はい、ありがとうございます。おい、 J リーグどっか好きなチームとか、外国でもいいけど、どっか好きな選手とか誰かいるの？バルセロナのメッシが一番好きです。メッシな。メッシは確かにね。メッシね、おじさんね。15歳の時ね、見たことあるんだけど、はい、15歳の時にもう大人のチームに出てた。それで、その時からドリブルで、それこそ、なんだろう、大人だろう、大人と、大人のチームに入ってるからさ。だけど体ちっちゃかったけど、その時からもうドリブルでもうどん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 仕掛けた。だからそれでも例えばミスしても、またなんかどんどん仕掛けた。ミスっていうか取られたりしても、だからそれはそういう選手が上手なんじゃないか。さっきの瑛太君の話じゃないけどね、ミスを恐れずにね。はい、頑張って上手になってください。ありがとうございます。はい、 J リーグの好きなチームは C 東京です。おお、そうか。東京ね。はい、ありがとうございます。じゃあ応援してあげてね、 FC 東京もね。はい、はい、じゃあどんどん上手くなってください。ありがとうございます。はい、じゃあね、頑張ってね。またね。はい、瑛太くん、参考になったかな？参考になりました。よかったね、原おじさんと話せて。はい、じゃあサッカー頑張ってね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうね。さよなら。さよなら。さよなら。勉強も頑張ってね。はい。ありがとうございました、原さん。おう、緊張するな。緊張しますか？まあ、緊張するというかさ、なんかさ、顔が見えないから、はい、どんな子なんだろうなとかさ、はい、どんな性格なんだろうななんていう、こう想像しながら答える。うんうんうん。うん、まあでも子供らしくっていうかね、純粋な、はい、確かにそうだな。ミスしちゃった時だって、プロの選手だってミスしちゃって結構引きずってさ、特に俺みたいなそのフォワードだったりするとさ、うんうん、的なのを外してさ、そうですね、ああみたいな、うん、まあ、ブーイングされたり、まあ味方からもやーっていう時もあるしね。はいはい。でもやっぱりそれってもう、それ自体はもう取り返しつかないから、だからすごく大事なのは気持ちをこう切り替えて変えるっていうかね、うん、まあ、できる選手がやっぱりいい選手なんだろうなって
なるほど、ミスをした後が大事ってことですね。そうだね、終わった後はもう変えられないからな。うん、なるほど。これからのことだったら未来というか次のプレーは変えられるけど、終わったのは変えられないから、だから終わっちゃったけど多分すぐ守備があれば守備をするとかさ、はいはい、あるいは本当にまたゴールキックになったりなんかしたら、そこからまたやれることをこう冷静に分析できる選手は強いと思うけどね。はい、ありがとうございます。はい、それでは次のお友達に電話したいと思います。はい、お願いします。はい、次の質問ですけども、うん、藤田瑛太くん14歳中学2年生からいただきました。中学2年生はい、瑛太くんまた、はい、また瑛太、あ、そうだ、また瑛太くんですね。14歳すごいね。質問です。僕は先輩とサッカーをしていると何か言われるのが怖くて消極的なプレーになってしまったり、攻撃に参加するのがあまりできません。自信のつけ方や緊張の解き方などを教えていただきたいですということですけども、これもよくわかりますよね。大人になってもそうですよね。先輩や上司の顔色を伺ってしまって、なんか学会じゃないの、その伺ってないの。伺ってますよ、もう常に伺ってますよ。色全く伺ってないのは学級だよ。まあそれでね、積極的な行動が取れないとかよくあるじゃないですか。ああ、学級が答えた方がいいかもな。いや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 、まあそういう内容ですけどもね、あるね、よくありますよね。中学生ぐらいだと年齢的にそういうことをこうすごく意識したり、特にね、中学校のサッカー部だと、じゃあ中学2年生だと3年生にすごく上級生に気遣っちゃったりとかね、それはあるかもしれないな。はい、では早速電話したいと思います。はい、今度はちゃんとハンズフリーにして。そうだよ、だって聞こえなくてさ、俺耳悪くなったかなと思ってすみません、うん、じゃあ、電話かけます。はい、また瑛太くんですね。はい、瑛太くんね。もしもし。あ、おはようございます。原おじさんの子供電話相談ですけども、藤田瑛太くんですか。はい、あ、はい、あ、原おじさんへの質問ありがとね。あ、じゃあ早速なんだけど、今から原おじさんに変わるね。はい、はい、瑛太くん、おはよう。おはようございます。おはよう、元気。元気です。ああ、中学2年生。どこポジションは、ポジションはどこやってんですか。サイドバックしてます。え、サイドバック、サイドバックか。得意なプレーは何なの、何なんですか。得意なプレーは守備は結構得意です。あ、守備が得意なんだ。攻撃よりも。あら、さ、聞こえます。なんか聞こえにくい。あら、聞こえる。あ、そっちは聞こえる。はい、攻撃は守備が得意なんだよね。あれ、聞こえにくいな。こっちは大丈夫です。大丈夫。はい、だからこっちよりも守備が得意なんでしょ。それでサイドバックだっけ。サイドバックです。サイドバックか。ああ、わかった。それで、今日の質問は、あれでしょ？先輩とやると、どうしても緊張しちゃうっていうことか。中学生ってそういう年頃ではあるんだけれど、なんだろう、サッカーの選手って、ピッチ、サッカーのグラウンドの中、ピッチの中に入ったら、もう先輩とか後輩とか関係なくてね、どうやって一番いいプレーをするかとか、チームが勝つためにどういう選択が一番いいかっていうふうに考えた方がいいと思うね。だからもちろんさ、先輩だから先輩とか
後輩とか、今2年生になるとさ、今度は今はちょっと練習はできてないかもしれないけど、1年生の後輩とか入ってくるでしょ。だけど先輩後輩関係なく、あのピッチの中では自分が一番いいという思ったプレーをした方がいいんじゃないか。だけどあれだね、瑛太君は逆に言うと先輩だとっていうと、ちゃんと見てんだな、先輩は先輩とか同級生とかっていうことは、それだけいろんなことを見れてるんじゃないかなっていうふうに逆に思う。だからそこまで見れてんだとすれば、あの先輩だから丁寧なパス出さなきゃとか気使わなきゃっていうんじゃなくて、なんだろう、一番いいプレーを、一番いいと思うプレーをやればいいんじゃないかな。だから緊張する必要はないと思うね。あのサッカーって楽しんでやっぱりやんなきゃいけないと思うから、自分が一番得意なプレー、さっき言ったように守備が強いんだったら守備のとこで、あの本当にこうチームのためというか勝つために頑張って、でその攻撃が得意な人がいたとしたら、その人を生かしてあげるようにすぐパスを出してあげたりサポートしたりしてあげてね。そういうふうにやれば全然緊張しなくていいよ。あの いいよっていうかさ、緊張したい人に緊張しなくていいよっていうか、まず自分が楽しんであのやってほしいな。でも先輩とあれかな、先輩の中で入ってるから上手なんだろうな。そう見ると先輩ばっかの中に入ってるから余計そういうふうに気が使っちゃう。だとしても大事なのは、あの自分の得意なプレーを、あるいは自分があの思ったプレーをして、で仮にあのミスもあるだろうし失敗もあるだろうけど、そういう時はすいませんってあの言えば全然緊張はしなくていいんじゃないかな。何しろ楽しんでやって、サッカーは、スポーツは。でそういう人が上手になるような、見てきた感じで言うと、そうやって失敗してもまた楽しめる人、さっきのそうだ、瑛太君にも言ったんだけどさ、そういう人の方がやっぱりこう伸びてるかなっていうふうに思うし、成長していくかなっていうふうには思うけど、答えになってるのかな。どうですか。ありがとうございます。はい、あのね、中学生ぐらいってね、そういうのをすごく気にする時期ではあるんだよ。あの小学校から中学生、1年生、2年生になったり、あるいは高校生ぐらいまでっていうのは、そういういろんなことをそういうふうに思ったりする時代、時ではあるかな。だけど、あの、サッカーが好きで、あの、プレーをしてるんだったら、そのサッカーを楽しんで、あの、先輩先輩でリスペクトしなくちゃいけないんだけど、あまりにも、あの、試合中先輩とか思わなくていい。ピッチに出たら、もう同じ仲間として、あの、プレーをすればいいんじゃないかな。それは、あの、上級生になっても同じで、後輩だからこうしろっていうのも全然違うし、先輩だろうが後輩だろうが一緒にやってるサッカーの仲間として、あのチームが勝った目とかさ、いいプレーするためにあのやっていけば緊張する必要はないと思います。うん、何が守備が一番得意っていうのはさ、守ってる方が好きな人もいるよね。俺はあんまりよくわかんないけど、フォワードだったから。でも守るのが好きな人っていうのもいるから、それはやっぱりその持ち場持ち場で自分の得意なところをやるのがいいんじゃないかなと思うけど。ありがとうございます。何歳からサッカーやったんですか？小学校の6年生の終わりぐらいからです。ああ、そうか。でもそれまでは何かやってたの？他のスポーツも。野球してました、少しだけ。お、野球か。いいね。あのね、サッカーはもちろんいいんだけど、いろんなスポーツをやって、いろんなスポーツのこの良さとかさ、ルールとか楽しみっていうのあるから、すごいね。野球やってて、サッカーやって、それでサッカー部入って、そうやって試合出たり、先輩とやってるっていうことは、すごいことだと思うけど、いろんなスポーツを通じて、あの体もあの鍛えたりね、あのいろんな仲間を、増やしてくれればいいんじゃないですか。ありがとうございます。好きな選手とか好きなチームはあんの？ヴィッセル神戸のおサンペール選手が好きです。おお、そうなんだ。なんで？
ッセル神戸は地元のクラブなんで。ああそうか、神戸もね強くなってるもんね。天皇杯優勝したしね。じゃあまたあれだね、サッカーは楽しんで、あのヴィッセルも応援してやってください。わかりました。うん、ありがとうね。楽しんでやってね。ピッチに出たら先輩とか後輩ないからね。はい、はい、ケイタ君参考になったかな。あ、はい、ありがとうございました。はい、じゃあサッカー頑張ってね。はい、ありがとうね。さよなら。ありがとうございました。はい、ありがとうございます、原さん。おい、なんかやっぱあれだね、中学生ぐらいになるとやっぱりこう、あの、なんだろう、思春期にこう入ってくる気が、うん、声からも伝わってくる感じだね。うん、そうですね。やっぱ、まあ、上下関係を気にしだす時なんですかね。まあ、そういう時期もあったかもね。自分振り返ってもね、まあ皆さんもそうかもしれないけどな。うん、まあでもそうやって成長するんだろうな。うん、人間っていうかね。はい。はい、はい、それでは次のお友達に電話したいと思います。3人目のお友達です。圭吾くん9歳、小学4年生からいただきました。小4ね。これはちょっとすごい質問ですね。何、難しい質問読み上げますね。はい、僕はキーパーをしています。おスパとドグソの話が難しかったから分かりやすく教えてください。あと、原さんが監督だったとき、お休みの日は何をしていましたかという質問なんですけども、これは来ましたね、スパとドグソについての質問。スパとドグソ？それスパはだって俺は好きだよ。お風呂でしょ、スパって。温泉ね、温泉のスパ。今スパはちょっと自粛はしてるけどね。これは大人でも分からない人多いですよね。そうだよ、それはジャッジリプレイ見ててかなりコアな人しか分かんないんじゃないか。まあじゃあそこら辺から聞いてみるか。はいはい、まあ、あと2つ目は原さんの監督時代のプライベートの質問ですね。これも僕はちょっと気になりますけどね。休日、はい、分かったな。まあいいや、いいよ。じゃあ圭吾くん呼ぼうよ。はい、じゃあ、圭吾くんに今から電話してみたいと思います。はい、かけました。かかるかな。もしもし、もしもーし。あれ、もしもし。もしもーし。あ、原おじさんの子供電話相談ですけども、圭吾くんですか？もしもーし。あ、圭吾くんですか？はい。あ、質問ありがとね。はい。今から原おじさんに変わるね。はい。はーい、圭吾くん。はい。おはよう。おはようございます。元気いいね。もしもし。はい。ゴールキーパーやってんの？はい。ゴールキーパー。はい。ずっとゴールキーパーなの？それともいろいろやってて、ゴールキーパーもやってる感じ？はい、あれ、もしもーし。もしもーし。おはようございます。ゴールキーパー。おはようございます。ゴールキーパーは、ずっとゴールキーパーです。はい。はい、そう、ゴールキーパー楽しい？楽しいです。どういう時が楽しいの？ゴールキーパーやってて。練習の時とか、シュート打たれる時、反応とかが、なんかずっとシュート打たれない理由と暇すぎて、ああ、シュート打たれたもんだ。なかなか来ないとき来ないもんね、キーパーはね。はい。でも練習は楽しいの？はい、練習は楽しいです。
痛くないの？ゴールキーパーってよく倒れたりするから痛いんじゃないのと思うけど。痛くないです。痛くないんだ。はい。外国だとさ、まあ日本もだんだんできたけど、はい、ゴールキーパーの人がもっと人気あんだよね。外国だとゴールキーパーすごい人気、はい、あの日本よりもゴールキーパーのが人気で、結構上手、まあ一番上手みたいな人がゴールキーパーやった感じかな。健吾くんもさ、サッカーも上手？はい、ゴールキーパーだけじゃなくて。はい。うん、いいね。じゃあさ、あの足でシュートするのも得意だし、キーパーで手、はい、で両方得意か。はい。お、いいな、頼もしいな。両方やって。今のキーパーってさ、昔よりもほら足もいっぱい使わなきゃいけないでしょ。はい、出て行って足でプレーもするし、はい、守備範囲もほら昔よりこうペナルティーエリアだけじゃなくて外にも出てったりもねしなくちゃいけないから、はい、両方やってください。はい。おい、それで質問は何だっけ？スパとドグソの違い？違いだっけ、はい、難しい話だな。それなんでそれ知ってるの？なんかスパだのドグソって勉強したの？JリーグTVでなんか見た。ああ、デリーグ TV とか、あのあれだっけ、ジャッジルプレイとか、そういうので見てくれたの？はい。そうか。そうか、小学校4年生だよね。はい。それで、スパとドグソの違いを教えてくださいは、ちょっとすごい質問だな。あのね、キーパーやってるから、多分わかると思うけど、あの、ドグソっていうのは、まあ、日本語で言うと、あの決定的な得点機会っていうか、決定的にもう点が入りそうなとこを止めちゃったみたいな時に、あのその反則だと何処罰されちゃうっていうか、赤いレッドカードを出されちゃったりとかっていうのがあるんだけど、条件があるのね、条件が。はい。それ知ってる？はい。それが、例えば、ドグソっていうのはさ、その決定的な機会の阻止なんだけど、はい。ゴールに向かったその角度がどっちに、ゴールの角度の方なのか、角度が違うのかとか、あとは、ゴールへのこの距離とか、はい。あと、そのゴールキーパーはもちろんなんだけど、周りの味方選手がどこにいるかとか、はい、それがね、どこにいるか。それでもう一つが、その攻撃側の人がボールをちゃんとコントロールできてるかどうかとか、これ4つ条件があるんだよ。大きな4つ。で、それが揃ったときは、その角度、ゴールへの距離、そして周りの、あの相手側の選手、そして攻撃の人がこのボールをコントロールできてるかみたいな4つあって、その4つが全部その時に決定的な得点機会の阻止って言って、そのドグソですねって言って、まあペナルティエリアの外であったらこう赤とかっていう風に赤いレッドカードを出されちゃうのがあるのね。で、スパっていうのは、それよりはちょっとその次に、その4つが全部当てはまんなかった時、どっか1つでも2つでも当てはまんない時には、やっぱり点が入りそうな機会なんだけど入んなかったっていうので、あの相手の大きなチャンスを止めたっていうので、そのランクが一つ下がる。ドグソっていうのが一番決定的な機会の阻止、その要素に当てはまらないのが一つでもあったら、今度大きな得点機会の阻止ってちょっと一つ下がって、スパっていう言い方をしてんだよね。そんな難しいので分かる？分かる。すげえな。それは多分 J リーグの選手も分かんないかもしれない。そこまで細かくね。まあでも、まあキーパーだったら、なんて、基本は相手がキーパーだからさ、攻めていくのはあんまりないとして、守るときには、本当にこう、一番いいポジションでしっかりボールに行くっていうふうにすれば、
そのレッドカードとかは出ないと思うかな。しっかりボールにプレーするっていうか形で、あの相手の得点を止めるために一生懸命普通にプレーすれば、ドグソンにはなんないと思う、おじさんは。だから気にしないで、あの、はい、ボールにください。相手のなんか、相手のね、選手をこう倒しちゃったりっていうよりも、一生懸命ボールにプレーするようにやって、でたまたまそれが遅れちゃっても、ちゃんと審判の人は見ててくれっから、だから大丈夫だから気にしないで、はい、気にしないで自分のプレーをどんどんやって、でそういう風に、キーパーはね、あれが大事、ポジション、どこに常にポジション取ってるかっていう、相手がどこにいて、ボールがどこにあって、味方がどこにいて、そのキーパーのポジションをどこに取るかって、ポジションがすごく大事だから、あの瑛太くんじゃなくて、あれだね、圭吾くんだよな。圭吾くんはあの本当に上手になりたかったら、あの試合見に行けるようになったらさ、ゴールキーパーの試合中、ほらボールがどっかに、あの相手のボールの時に、そのいいゴールキーパーのポジションってどういうとこに立ってるかとか取ってるかっていうのを見ると勉強になるかもね。はい、ありがとうございます。はい、すごい。おー、頑張って。すごい質問だからおじさんも困っちゃうな、それな。あの多分ね、 J リーグの選手でもこれ、その違いを分かんない人はいるね、結構ね。でもまあキーパー頑張って、いいキーパーが出てくれるとね、育ってくれると日本のサッカーももっともっと強くなるからね。はい、はい、ありがとうございます。勉強も頑張ってね。はい、はい、バイバイ。はい、圭吾くん参考になったかな。はい、よかったね、ハロジさんと話せて。はい、はい、じゃあサッカー頑張ってね、引き続き。はい、ありがとうね。ありがとうございます。さよなら。さよなら。はい、原さんありがとうございました。お、休みの日何したか言うの忘れちゃった。あ、そうだ。じゃあ、ちょっと見てると思うので。そうだな、休みの日、休みの日何したかも忘れちゃった。監督の時だよね。監督、そうです、監督時代の休みの日ですね。監督の時のがむしろ休みあったよね。あの、あ、今みたいな時のがなんか休みあんだかないんだか分かんないみたいな感じだけど、あ、本当にこう余裕があれば、あの、なんだろう、映画見に行ったりとかさ、そういう時にはその 買い物とかさ、普段はなかなか行けないから行ったりとかってしたかな。いろんな映画を見たりとかもした記憶はあるけど。週1休みだったんですか。まあ状況によるよね。あのすぐ試合がまた水曜日ある時もあれば、まああとはなんだろう、あのなんていうかな、当時で言えばあの次の日ってほら、練習出なかった人は練習試合とか、はいはいはい、やった時もあったし、はい、そこも見に行くじゃない、はい、で試合やった人たちは、まあ、年によっても違うんだけど、まあ、休ましちゃって、で出なかった人とかをあの例えば日曜日やって、うん、で土曜日やって、日曜日休んだ人は月曜日集めてとか、いろんなやり方してたんで、それかもう全部休みを合わせちゃった時もあるし、うん、まあいろいろだったな。でもそうすると休みないんじゃないですか、監督って。そうすると指導者が休みがないっていうことに気がついて、あ、はい。ただまあ月、例えばそうやった時には月曜日もあのなんて言うんだろう、こう試合出た人たちと割とはあの早めに午前中だけで終わるような形にしてたから、あとコーチもやっぱりメリハリつけてこう順番に休んだりとかっていう時もあったね。いろいろだったね、忘れちゃった。映画とか見に行ってたんですね。まあそうだね、映画見たりちょっとリフレッシュしたり、どっかなかなかあの美味しいお店があるっていうか、そういうとこに食べに行ったりとかしてたかな、うん、メリハリは重要だよね。なるほど、うん、はい、まあ楽しんだね。なるほど、はい。では次のお友達に電話したいと思います。はい、次の質問ですけども、ふうとくん10歳。ふうとくん10歳。はい、小学5年生からいただきました。小学何年生？5年生。5年生、はい。
質問です。はい。休み中家でボールを触る時間を作ってやってるんですが、はい。体感は YouTube で見ていろいろありすぎて、何がいいのかわからないので、何かいい体感があれば教えてください。また、サッカーだけ左利きなんですが、右も左のように使えるようにしたいのですが、いい練習メニューはありますか？という質問です。これも非常に悩ましい問題ですね。なんで？体感って小学生からやってるんですね、今の時代。俺の時やってないね。すごいですね、これ。YouTube 見て。時は体感っていうよりなんか田んぼ走ってるとかさ。なんかそんな感じだよな。そこら辺のなんか畑走ってるなのさ、はいはい、そこら辺の原っぱで、まあサッカーもやってたけど野球もやったりドッジボールもやったりさ、鬼ごっこやったり、くれんぼやったりとか、まあそういう時代だね。体感とかっていうのではないかな。確かに今って YouTube 見るといっぱいあるんですよね、動画が体感のやり方を説明してる、うん、ほらね、うん、でもう一つの質問っていうのが、左利きなんだけども右もつけるようになりたいということなんですけども、なんか足は左利きとか言ってたね。はい、では足は左利きです。うーん、で確かに左利きの選手って左だけを使う選手多いですよね。うん、そうだね、はい、いいんじゃん、そのあたりを。ああ、ふうとくんな。はい、じゃあ、はい、早速電話してみたいと思います。はい。もしもし。もしもし。原藤さんの子供電話相談ですけども、ふうとくんですか？はい。あ、ふうとくん、こんにちは。こんにちは。質問ありがとね。はい。今から原おじさんに変わるね。はい。おい、ふうとくん、おはよう。おはようございます。今朝はさ、はい。何食べたんですか？朝は、なんか、パンとか食べました。パン？パンと何？パンだけじゃないでしょ？だって、パンになんか、バター塗ったとかさ、野菜食べたとか、そういうのはありますか？なんか卵を乗せました。あ、卵ね。いいね。しっかり食べてね。小学生はね。何でも好き嫌いはないの？ないです。ない。何でも食べられんの？はい。野菜も。野菜はちょっと苦手？いや、そんな。食べられなくもない。はい。好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物は、まあ、好きって言っても、そんなない。ないの？なんか今日は何？サッカー勝って大活躍したから今日は美味しい。好きなの食べていいよって言ったら何食べたいの？何ってお願いするの？カレーとか、ラーメンとか。ラーメン。おう、ラーメンも美味しいよね。そうか。じゃあ質問に入りますか。で、なんだっけ、ボールを触る時間を作ってんの？今もボール触れんの？家とか庭とか部屋の中とかでは。でも今日は雨降ってるので外ではできない。できない。でもやれるときは外に、晴れてるときは外に出たりしてボール触ったりはできるんだ。できる？はい。ああ。まあじゃあそれだったらいいよね。それで、なんだっけ、体感？ YouTube で見てるけど体感どれがいいか分かんないって言ってんだっけ？ああ。小学校5年生だよね。はい。だから、あんまり、なんかあれで、
プロの選手がやってるような大人の人がやってるような体幹はまだ小学生はやんなくていいと思う。はい。それよりもなんだろう、こういろんなバランス、体のバランスっていうか、いろんななんかこう体を全部使うような、まあそれこそサッカーだけじゃなくて、なんかいろんなスポーツ、その卓球でもいいし、バドミントンでもいいし、なんか野球でもいいし、なんかいろんなスポーツをいろいろやったり、あとは柔軟性、この体をこうの伸ばしたりとかさ、柔らかくしたりとか、ストレッチとかで体をバランスよくこう鍛えるっていうのがよくて、どっかだけあんまりこう背中を鍛えるとか、プロの選手がやってるようなのはもっと高校生ぐらいになってからやればいいんじゃないかな。はい。うん。バランスよくいろんな筋肉を使うような、もちろんサッカーが大好きで、全然それでいいんだけど、まあサッカーもやる。で、他のスポーツもやったり、なんか、いろんなことやりながら、なんか成長していくっていうのが、バランスがいいような気がするけどね。例えば、俺が知ってる選手とかも、別にサッカーだけじゃなくて、例えば器械体操をやってたとか、そういう選手のがこう柔軟性があったりとか、いうのもあるし、なんだろう。他の、じゃあ剣道やってたみたいな人が、相手との間合いとかすごくこう、取り方が上手だったりとかさ、そういうのもあるんでね、子供の時は、もちろんサッカーを好きだからいっぱいやっていいんだけど、それ以外のスポーツだったり、あるいはこの、バランスよくいろんなことをやったり、っていうのが、一番大事なような気がする。うん。だから、体は柔らかいの？いやー、今幼稚園の時はめっちゃ柔らかいんだけど、今は全然やってなくて硬い。それはちっちゃい子供ってすごく例えば小学校入る前のような子供とかってね、柔らかい、筋肉がないから柔らかいんだよね。で、だん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 ほら、風斗くん見たくなってくると、体ができてくると、筋肉が少しずつできてくると、どうしても柔軟性がなくなるから、やっぱり体幹よりはそういう柔軟性、ストレッチもそうだし、足広げたりとか、ストレッチみたいなのを十分やって、関節をこういっぱい動くようにっていうかさ、それの方が大事。下手になんかこう体幹をやって固めちゃうっていうよりも、柔軟性は常にこう維持しておいた方が怪我も少ないし、プレーの幅も広がるから、だからそっちの方がいいと思う。うん、柔軟性といろんなスポーツと、あとなんだっけ、左利き、足だけ、足は左利きなの？はい。手は右利き？手は右です。ああ、羨ましい。っていうのは、結構そういう選手って、器用なんだよ。右手でお箸使ったり、こう、で、足は左利きっていう人は、基本的には、なんだろう、器用なんだと思うんだよね。で、こう、神経もこう、すごく発達してるから、多分右足もやれば上手になると思うよ。右もやればね。だから、例えば自分、おじさんも、あんまり、例えば左足が上手じゃなかった時に、ある時こう左足だけでこう練習するとか、左足だけでボール触るとか、あるいはシュートも左足がちょっと不得意だった時に、左足をこう、すごく練習したら、むしろ左足の方が得意になっちゃったりすることもあるから、まあ、左利きだから左でいっぱいやっていいんだけど、右も同じぐらいやっとけば、自然に右も上手くなると思う。だ、両方器用に全部上手くなくてもいい。得意なのは得意でやって。左利きはね、やっぱり、それだけで特徴なとこあるからね、やっぱりこう、右利きとはちょっと違う持ち方とか、そういうのはあるんで、それはそれで伸ばしながら、右足も左足だけ、を伸ばすのも大事だけど、右も同じように練習しとけば、その右利きだったら右足も絶対うまいはずだから、まあ両方使えた方が選択肢は増えんだろうけど、ただこの左足は絶対っていうのも持っといた方がいいかな。羨ましいよ、左利きっていうのは。だいたい左足利きの人、テクニシャン多いからね。ありがとうございます。テクニシャン？どこやってんの、ポジションは？フォワードです。フォワードか。フォワード、センターフォワード？でも、同じ学年の時は、まあやってるんですけど、高学年の
上の学年の5年生とか、あ、6年生とかは、あの、後ろやったりしてます。ああ。でもすごいね、高学年のとこにも入って出てんでしょ？出たりしてんでしょ？いや、でも、出るっつっても、あの、なんか交代とかで。ああ、そうか。まあいいんだよ。その、何、交代でもいいし、なんだろう。さっきも言ったように、小学生の頃って一つのポジションだけじゃなくて、いろんなポジションをやった方がいいと思う。おじさんは。で、それが、だんだんといろんなとこやりながら、本当に一番得意なとこが分かってきたりとか、なってくるから、この小学生のうちはね、どっかだけって決めつけないで、いろんなポジションをやって、楽しんだ方がいいんじゃないかな。ありがとうございます。サッカー楽しい？楽しいです。ああ。それが一番上手になる秘訣だからね。どん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 、いい人のプレー見たり、盗んだりして、で、自分なりの得意なプレーをこう、身につけてって。ね。で、どんどん点取ってください。はい。ね。本当に綺麗な、1点は1点だからね、綺麗な点だけじゃなくても、どんな点、1点っていうの。そういう点取れる選手が、多分、もっと増えてきたら日本のサッカーも強くなるんだろうと思うから、まあ楽しんで点をいっぱい取ってください。はい。はい。なんか、もう少しなんか質問あるんですけど、なんか、シュート力を上げたいんですけど、何を上げたい？やっぱり、シュート力を上げたいんですけど、やっぱりなんか、足の筋肉とか、なんか、蹴ることが大切なんですか？ああ、シュート力か。5年生、はい、5年生だよね。はい。だから、今は、まだ筋力がそこまでないから、強く蹴るっていうよりも、ボールをこう、しっかりミートできるっていう方が大事だと思う。で、あれでしょ、ちゃんと足に当たんないと痛い時とかあるよね。足のつま先の方に当たっちゃったりとか。だから、はい、今大事なのは、しっかりこう、例えば転がってるボールだったり、浮いてるボールだったり、あるいはドリブルしたりとか、あっても、いろんな蹴り方ができる方が良くて、強いボールを蹴るよりも、しっかりこう、じゃあインステップならインステップとか、あるいはインサイドとか、あるいはちょっと巻いていく方なんだけど、強いのは、力がもっと中学生とかになって出てくれば強くなる。今は、しっかりこう、ボールを見て、よく見てミートするっていう方が大事。なんかほら、よくいるよね。小学生で体が大きくて、もうパワーがあるから、バーンってすごいシュートできるんだけど、他の人もこう、中学生ぐらいとか高校になって強くなるとあんま変わんなくなっちゃうのあるから、今は強いのを蹴るよりもしっかりミートすること。それのが大事だな。その技術の方を磨いた方がいい。わかる？強いのばっかり行きすぎると、本当にまた筋肉痛めちゃったりする。ちゃんとミートするっていうか、で、どんなボールでもコントロールできる、蹴れる、止められるとか、あるいは浮いたボールも蹴れるとか、その方がいいね。そこだけで大丈夫。そして、どん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 大きくなって強くなっていけば、それが強いボール蹴れるようになるから。ね。役に立ってる？わかる？ああ。まあ、いろんな蹴り方ができたらいいけど、大事なのはこうミートをしっかり、ボールを当たる瞬間に、上手な選手って長くボール触ってるようになるんだよ。ピョンって当たってるっていうより、ずっとボールがこう触ってるみたいな。ずっとこう ミートがだからシャープに当てれば、もう、あんまり強く蹴んなくても、さっき誰か言ったけど、メッシみたいのって、そんな思いっきり蹴ってないけど、振りが速いから、だからもうボールのスピードがこう速いじゃない？強く蹴ろうと思うとどうしても動作がゆっくりになっちゃうんだけど、もうコンパクトにピシッて蹴れるように、子供の時っていうかね、小学生ぐらいの時には特にそういうしっかりこうミートするっていう方が大事だと思います。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、そういうミート練習して、あとなんかあるか？いや、大丈夫です。はい。あとは楽しんでね。もぐもぐタイムみたいにしないんですか？え？お菓子タイムみたいなことしないんですか？いつも見てるんですけど。ああ、ないね。今日ないな。
ないわ。ない。お茶しかない。今度用意しとくわ。なんか好きなものあるの？食べ物は。いや、そんなないね。ないんか。何でも食べてよ。子供の時、はい、あの、例えば、あの、本当にいい選手って、あの、海外行ったりとか、あの、あんまり食べ物が合わないようなとこに行っても、何でも食べられたりさ、する選手がいい選手だから、そういう面では、どんなものでも美味しく食べられるとか、どこでも寝れるとか、あの、どんな環境になっても、あの、体調を崩さないで元気でいれるっていうのが、すごく大事な、いい選手というかね、いいプレイヤーになるには大事だと思うし、だから今こんな大変な時ではあるけど、そういう中でも元気にね、あの、食事もしっかりして練習するっていうのは、練習したり勉強できるっていうのは今は大事だな。そういう人はまた、あの、いろいろ動けるようになってもさ、あの、世の中がこう落ち着いたとしてもまた元気にさらにいけると思うんで、頑張ってね。はい、ありがとうございました。はい、ふうとくん、参考になったかな？はい。いっぱい聞けてよかったね。はい。ちなみに、もぐもぐタイムよく知ってたね。はい。Gリーグ TV いつも見てくれてるのかな？はい。あ、原さんのことをよく見てくれてるんだね。はい。面白くないんじゃないの？ Gリーグ TV とか、おじさんが喋ってるだけだよね。いや、面白い。誰と見てんの？一人で見てんの？お父さんとか？お父さんと見てくれてんだ。はい。お父さんによろしく。お父さんによろしくね。はい。はい。じゃあサッカー引き続き頑張ってね。待ってね。ありがとうね。はい。ありがとう。あと一つ。あと一つ、はい。なんか。おいいよ。どうぞ。今みんな見てます。あ、見てんの？これ？そうか。加藤さんによろしくね。はい。じゃあ、ふとくんありがとね。はいさん。はい。一つお願いあります。はい。なんでしょうか。できたらいいなと思って、サッカーの友達でリフティングをして、うん、お母さんがつなげて動画を作ったので、うん、原さんにもやってほしいなと思ってます。あー、リフティング、はい、お、今度やってみるか。じゃあ、まあリフティングならまだできると思うよ。ありがとうございます。はい、頑張ってます。はい、ありがとう。はい、はい、ありがとうね、ふうとくん。はい、さよなら。はい、はい、原さんありがとうございました。おい、体幹。あ、体幹ですね。体幹、体幹の動画っていっぱいあるって話したじゃないですか。あ、体幹といえば長友さんだと思うんですよ、やっぱり。うん、なんか原さんの方から長友さんに YouTube でいい動画出してよって言ってもらうのもいいかもしれませんね。まあでもあれはアスリート用とかさ、プレイヤー用だから、さっき言ったように子供のね、小学生が、まあ、なんていうんだろう、あれの簡単なこの体を伸ばしたりとかいいんだけど、はい、まあそこまで俺も体幹の動画を細かく見てないからな、はい、つうか、だから、なんていうんだろう、体幹って本当に軸になるやつだからね、体のね、大事だけど、子供の小学生の頃は、うん、あのトレーニングっていうよりも多分いろんな運動をやった方が、うん、なるほど。いいと思う。で、同じ動きばっかやっちゃうと、はいはい、なんていうんだろう、逆に それしか、そこはできるけど、じゃあ縦の動きとかはできるけど、横のとか斜めの動きとかさ、バランスとかがっていうのもあるんで、あのやっぱり日本のなんだろう、小学校とかってさ、体育でいろんなスポーツやるじゃない。で、海外よりもほら、体育の授業の中でいろんなスポーツやるってのは、あれ意外と今になってみればいいのかなって思ってたりするんだけど、まあアメリカなんかの方でよく言うじゃん、その一つのスポーツだけじゃなくて
シーズンによっていろんなスポーツやったりさ、はい、であれって結構俺は大事だと思ってて、小学生は大会やんなくていいよって思ってる俺は。もっとそのバランス的なものとか柔軟性みたいなのとか、うん、いろんなスポーツを楽しむという方がいいような気がするね。いろんな動きができた方がいいと思う、うん、なるほどね。うん、はいはい。では次のお友達に電話したいと思います。はい、次のお友達ですが、このみちゃん12歳中学1年生から質問いただきました。女の子だ。はい、女の子です。はい、質問ですけども、原さんへ、はじめまして、私は中学1年生です。サッカー経験がありませんが、うん、地元のチームを応援していて J リーグ観戦が大好きです。おお、ありがたいね。え、ありがたい。そうですね。で、質問したいことは、なぜ今年から J1 リーグにだけ VAR が導入されたのですか。私が応援しているチームは J2 リーグなので、VAR が導入されず残念です。うん、今まで応援しているときに、ファールなのか分かりにくいときがあって、ビデオ判定があるといいなと思っています。あと、ドグソという新しくなったルールは難しいので、もっと詳しく知りたいです。ルールをきちんと知ることでサッカー観戦がさらに楽しくなると思います。お返事をお願いします。好みより、という。これも非常に切実なお悩みですね。切実かまあまあ、でもそうね、確かに J2J3 にも VAR って入ってもいいんじゃないかって思うかもしれませんね。まあそうだな、はい、それは素朴な、あのお子さんから見れば素朴な疑問なんだろうね。そうですね。で、あとドグソについてまた質問が来ましたので。ドグソ、なんでドグソそんなに知ってんだみんな。すごいですよね。そうだね。なんでそんなにドグソを知ってんだろうっていうか、まあジャッジリプレイとかのあれかね。かもしれないですね、確かに。うん。はい。いいよ。じゃあ早速電話してみたいと思います。うん。もしもし、原おじさんの子供電話相談ですが、このみちゃんですか？あ、はい。あ、質問ありがとね。はい、ありがとうございます。今から原おじさんに変わりますね。はい、お願いします。はい、このみちゃん。こんにちは。はい、元気そうですね。何、あの、Jリーグの J2 のチームを応援してくれてんの？お、どこだか言えるの？言っていいの？どこのチームか。ユアワンズ北九州を応援してます。ああ、そうか。それは地元なの？地元がそっち、そこ？地元です。ああ、そうか。今年から地元に上がって、はい、もしもし、はいはい、あれ、ギラバンズ？ギラバンズです。そうだよね、今年 J2 に上がったもんね。去年 J3 で優勝してね。今年のね、最初の開幕戦行ったんだよ、福岡との。なんだろう、私も行きました。あ、行った。俺も行った、はい、どっかで会ってたかもね。そう、え、で、質問がなんだっけ。何でしたっけ。 VR か、 VR、 VR の質問あったよね。すみません、もう一回言ってもらえますか。 VR がなんで J2 に入ってないんですかって質問だっけね、まずは。そうだよね。はい、あのね、今年から J、 まあ去年あのルヴァンカップで、あとは天皇杯では決勝ではやったんですけど、 VR は J1 だけっていうふうに今なってるのは、一つは VAR をやるためにはその機材
よくバスみたいな、ちっちゃいバスみたいな、バンみたいなとこに入って、あそこでこう、映像を見て、ああいう機材が必要なのね。で、それとか、あとカメラもいっぱいこう、必要なんですよ。カメラとか、ゴールラインも入ったかどうかとか、カメラが必要で。で、それで、お金がすごくかかるっていうのが、まず一番目。お金が。それなんで、J1 の方だけまず入れたのは、J1 の方が、予算もあったりするので、少し J1 の方のクラブにも少しお金を出してもらって、まあ、当然 J リーグの方もお金を出してやって、お金の面が一つね。で、あともう一つは、その VAR をやるためには、VAR のビデオアシスタントレフリーとかっていう人たちが、バンの中に入ってるんだけど、ああいう人たちも普通のレフリー、やってた人だけじゃできないから、あのために研修をしなくちゃいけない、勉強会を。それ、2年ぐらいやんないとできなくて、その時間も何十時間こう勉強しないとできないんだよね。そうすると、今年から J1 をやるのは、本当は来年ぐらいからやろうって言ってたのが、今年からやるようにしたから、すごい勢いで去年やって、人が足んないです。だから、お金が大変。あとは、そこの VAR やれる人の審判員が足んない。それで、その2つの理由があって、J2 の方は、VR が入んないっていうふうに、J3 もそうなんだけど、なってるっていうのがありますね。なんだろう。このみちゃんが言ってるのすごく分かるところもあって、J1 で VR 入ってんのに、J2 はなんで入ってないんですかっていうのは、分かんなくはない。だけど、サッカーって、このみちゃんどこまで知ってるか分かんないけど、サッカーのルールってね、17条しかないの、17個。まあ、その中に各いろいろあるんだけど、それと、例えば、子供のピッチはこのぐらいです。大人はこのぐらいのピッチです。あるいは、ボールはこういうんですとか、ゴールの大きさはこうですとかって、いろんな決まりがあって、オフサイドはこうです。ファールはこういうのがあります。ゴールキックはこうやりますとかって、17個しかないのね。で、サッカーの精神っていうか、サッカーがなんでこんだけ世界中で人気あるかっていうと、そのルールが世界中で、まあ、なんていうか、まあ、一番分かりやすくてシンプル。ただ、ゴール、オフサイドっていうのが、その時のこの適用の仕方とか、難しさっていうのはあるんだけど、それ以外は非常にシンプルなんで、世界中で流行ってきてるっていうのも、これも事実。だから、例えば日本でやっても、アフリカでやっても、ヨーロッパでやっても、同じルールでやれる。子供たちから大人まで一緒に。まあ、例えば子供たちは、小学生は8人制とかあるんだけど、基本的に11人でやり、なんだろう、ボールも一つだし、みたいなのがあるのね。で、まあ、ここのところ、いろいろお金がいっぱいこう、選手もお金いっぱいもらってたり、あるいはクラブもすごいお金で優勝したらとかっていうお金があるから、VR 入れたのは、入ってたかどうか、入ってた点なのに入ってなかったって分かんなかったとか、あるでしょ？そういうのが。そんで、でも、VR がね、サッカーが、これだけ人気があるのは、さっきも言ったように子供から大人まで一緒のルール。で、それが良さなんだけど、この VR 入れたのは、お金のあるとこしか入れられないんだよね。例えばプレミアリーグとか、ヨーロッパの五大リーグみたいなとことか、あるいは J リーグも頑張って入れたんだけど、だからその VR が全ていいかっていうと、当然いいとこもあるんだけど、さっき言ったようにお金とか人とか、そういうのはすごくお金、大変だから。例えば高校選手権のサッカーは当然入れられないでしょ？そうするとそのサッカーはダメかっていうと、そうじゃなくて、サッカーの精神っていうか、サッカーが昔からあるのは、そういう、選手もミスをする。あるいは指導者も監督も采配ミスをする。で、審判もミスがあっても、それも全部受け入れるっていうのが、ある面サッカーの精神みたいなとこがあって、その精神が根本にはあんだよね。だから、少々ミスがあっても、その VR 入れば正しいとは限んないの。このみちゃんもわかんないけど、例えば、ファールかどうかっていう、じゃあ、例えば北九州と、この前で言えば福岡がやって、じゃあ、北九州の選手がファールされたって
北九州のサポーターとか選手は思うけど、福岡の選手とかサポーターは、えってそれ北九州の選手のファウルじゃないのっていう風になった時、それ VAR が入ってもそれをいちいち見直したりはしないの。 VAR が入るのはもう4つしか入れなくて、点かどうか、得点かどうかっていう、さっき言った時と PK かどうかっていうのが2つ目で、3つ目が退場かどうか、そのファールが本当に一発レッドの退場なのかどうかとか、あとは人を間違ったってカード出したんじゃないかって、この4つしか入れない。あとの普通のプレーは出たかどうかって、タッチライン出たとかコーナーかゴールキックかみたいなのは、それは VR って入れなくて、だから基本的にやっぱり審判を信じてやるしかサッカーってないんですよね。でサッカーも審判もミスはする。だけれどそれも含めてサッカーがこれだけ世界中で子どもたちから大人までやってるのは、そういうサッカーの精神があってね、そういうのをみんなで認めてやっていこうっていうのがあるんだよね。難しい話だなこれな。だから VR J2 はないんだけど、お金のこととか人のこととかが足んなくて、例えばね、これ好美ちゃんに今言っても難しいかもしれないけど、今 J リーグはこの新型コロナウイルスで試合はいません。じゃあ例えば7月からなんかこうできるようになったとして、審判の人も、試合がこう混んでいくと審判の人もそんな絶対数がいないから、これが J1、J2、J3 が同じ日にやったりすると今度審判が足んないの。審判の人も限りがあるんでね、そのレベルがこういう J1 のレベルとか J2 のレベルって。でそうすると本当に審判の人たちも、なんだろう、みんなプロ、審判ってみんなプロなわけじゃないから、日本の中でプロフェッショナルレフリーってのは審判主審が10人かな、10人か12人で、アシスタントレフリーってのは3人ぐらいしかいなくて、あとの審判の人って仕事をしながら週末とか水曜日の夜とかは審判してるんだよね。そうすると審判の人たちも何て言うんだろう、全員がプロなわけじゃないから、この本当にその仕事休んでそこに来れますかみたいな大変さが今あるんだね。まあこのみちゃんによっても分かんないかもしれないけどね。だから審判 VR が全てではないで、 VR が確かに入ったか入んなかったみたいのはかなりやっぱり正確にビデオで見直せるんで、いいところもある。ただ一方それを見たりしてると時間がかかって試合が止まっちゃうっていうデメリットもある。だからこれがどういう、今は試しにこうやって VR を入れて、特に世界の大きな大会では VR 入れてるんだけど、まあ、で J リーグもまずそれを導入したんだけれど、まあ、今後どうなっていくかっていうのはまだ誰も分かんない。でも基本サッカーの基本はやっぱり審判が目で見てその場で判断をして、でそれを全員が受け入れるっていうのがサッカーのルールの精神だと思う。だから子どもたちとかね、あるいはその高校生とか、あるいは社会人でもプロじゃない人たちでも同じルールでやってるっていうところにやっぱりサッカーの良さが僕はあると思ってるんで、まあ VR やっぱりプロトップのとこはやんなきゃいけないかなっていうのはあるんだけど、だから J2 がやってないから J2 は軽視されてるんですかっていうことではなくて、J2 とか J3 の人たちだって本当はなんだろう、 VR があるなしじゃなくて、そういう審判とかをリスペクトするっていう気持ちをみんな持ちながらやっぱりやらないと、誰かが判定しないとサッカーの試合って成り立たないのね。だから選手だけでやると試合ってできないから難しい話だな。なんとなくわかる？はい。もう一つ質問ですね。ドグソについて詳しく知りたいと。ドグソか。さあ、ドグソ。ドグソ、まあ、さっき言ったように、ドグソっていうのは決定的得点機会の阻止だから、本当にもう点が入りそうな形の時に、それをファールで止めちゃったって言った時の、まあ、その4つの条件があって、さっきも言ったんだけど、はい、ゴールがあるよね。守るゴール。攻める方は攻めるゴール。で、その時に本当にゴールの方に向かってんのか、その外の方に向かってんのかっていう、その角度。それが一つ目ね。で、それと、
ゴールとそのゴールとの距離かな、距離、距離がだからすごい、例えば相手のゴールポストの方でやってたらもうドグソってなりえないから、まあ少なくてもハーフラインぐらいから このこっちで、しかもその守備側が誰もいないかとか、なんだろう、キーパーしかいないとか、そういう守備側の数、角度、ゴールへの距離、守備側の他の人がいれば、例えば一人抜かれても他の守備の人がいっぱいいれば、その決定的なチャンスじゃないから、ドグソには値しないっていうのがあるんだよね。で、あと、攻撃側の人がチャンスを作ってる方の人が、ただボールだけ出てきてもダメで、そのチャンスとして言われてる人がボールをちゃんとコントロールしてるか、あるいはコントロールしてないか、まだ空中に浮いてて誰、どっちのボールでもないみたいな時はなんない。だからその4つの角度、ゴールへの距離、相手の守備側の人数の位置とか数、そして攻撃側の人が本当にコントロールできてるかって、この4つが全部当てはまった時に、決定的な得点機会の阻止ってなって、そのじゃあペナルティエリアの外か中かによるんだけど、退場なのかどうなのかっていうのが出てくるっていう、難しいね、難しいから、まあちょっと今いろんなルールのとこに書いてあるんで、その4つが全て当てはまんないとなんないっていうのがあるんで、まあ難しいね、なかなかね。その言葉がよく知ってる人はそんなにはいないはずだけど、最近ドグソっていうのは出てくるけど、日本語で言えば本当に決定的な得点機会の阻止という意味だね。わかる？それわかんのはすごいよ。でもわかんない人いっぱいいる、Jリーグの選手でも。そこまで、そうか。北九州今年楽しみだよね。聞こえます？もしもし。はい、もしもし。なんとなくわかった？はい、もう一つ質問があるんですけど、いいですか？うん、いいよ。ドグソに関することなんですけど、うん、ドグソに関する決定は最終的に誰がするんですか？それは主審だね。主審が最終的に、サッカーってやっぱりこう主審、主審で笛吹く人が最終的には、例えばアシスタントレフリーって副審の人と相談したとしても、主審が決める。相談はしたりするけど、主審が決める。まあピッチ上のことは最終的にはもうレフリー主審が決めるっていうふうになってるんで。うん、ありがとうございます。はい、わかりましたか？難しい質問だけど。うん。だからまあ、でもまあ、サッカーはやってなかったんだけど、サッカーやってなくて、ドグソの質問してくるってすごいな。ね。まあでも、サッカー見に行くと楽しいですか？見たりすると楽しい？はい、楽しいです。おお、それはいいね。またね、早くこれが落ち着けば、サッカー見られる日が来るといいよね。今、選手たちもね、やりたいんだけど今ちょっと我慢してるから、そういう思いをやれるようになったら、多分ピッチの上で一生懸命こう出してくれるっていうかね、と思うから、今はちょっと我慢してもらって、これが落ち着いたらね、サッカーをいろいろいっぱい見てください。サッカー以外に好きなものあんの？すいません、もう一回お願いします。サッカーだけじゃなくて他に好きなものは何ですか？スポーツでも、スポーツですか？スポーツでも音楽でも食べ物でも。音楽は音楽聴いたりのするのが好きですし、うん、スポーツは水泳を習ってたんで好きです。ああ、そうなんだ。水泳ね、水泳もいいよね。水泳は一緒にこうずっと泳いでたら、体、それこそ体全身使ってね、すごく運動量もあるし気持ちいいし。じゃあ水泳、はい、水泳も楽しんで、音楽も楽しんで、そして J リーグのギラバンツも応援してね。ありがとうございます。ありがとうね。
はい、ありがとうございます。はい、このみちゃん参考になったかな。はい、ありがとうございます。よかったね、いっぱい聞けて。じゃ引き続き J リーグ応援してね。はい、ありがとうございました。さよなら。お願いします。はい、ありがとうございました。はい、すごい VAR についてお、いろいろ、はい、勉強になったと思うんじゃないですかね、やっぱり。そうだね、うん、もう勉強になった、分かったけど、こっち説明するの難しいよな。そうですね。あ、まあでも、まあそうやっていろんなことに興味持って、ルールにね興味を持っても、はい、すごく大きなきっかけになるから。そうですよね、12歳でね、うん、まあでもそういう小学生だっけね、中学校1年生か。そうです。でも俺、ね、あのやってなかったけどサッカー、あの J リーグ応援してくれてるって、 J クラブをね、うん、はい、元気だったね、元気な子だったね。はい、はい、では、次のお友達に電話したいと思いますが、次が最後のお友達になります。あ、そうか、はい、はいはい、で、しょうまくん7歳、小学2年生からいただきました。小学校2年生ですね、最年少ですね、今。おー、小学校2年生か、はい、ちっちゃいね。そうですね、ちょっと大丈夫かどうかっていうのはありますけど、まあ、うちの孫と、孫と一つぐらいしか違うね、同じぐらいだな。あ、そうです。でいきます。はい、質問です。原さんへ、いつも JDTV 見ています。原さんのこと大好きです。原さんに質問です。一番思い出に残ってる試合はどの試合ですか？試合前は緊張しますか？試合前にいつもやっていたことはありますか？という、まあ、3つの質問が来ていますね。何だっけ？まずは一番思い出に残ってる試合。思い出か、はい、あとは試合前は緊張しますか、うん、で最後が試合前にいつもやっていたことありますか、はい、という感じで、どれもなんか原さんへの個人的な質問ですね。そうだな、翔馬くんって原さんのファンなんですかね、これ。小学生、小学校2年生か、まあ、2年生、はい、ありがとう。かなりか、個性的な子なんだね。そんな俺だって俺の孫みたいな年なのにね。はい、はい、では早速、はい、翔馬くんに電話をしてみたいと思います。あ、もしもし、はい、質問変えるかもしれないです。もしもし、はい、原おじさんの子供電話相談ですが、しょうまくんですか？おい、しょうまくんですか？はい、あ、原おじさんへの質問ありがとね。ありがとね。今原さんに変わるね、原おじさんに変わるね。あ、しょうまくん、こんにちは。こんにちは。では、今は何やってんですか？電話してるよね。今日は何やったの？ここまで。遊んでた？YouTube 見てたの。あ、YouTube 見たの。YouTube 好き。YouTube、うん、あ、YouTube で何を見るのが好きなの？野球。野球か、野球も好きなんだ。うん、いいね。自分は何かスポーツをやってますか？翔馬くんはスポーツやってる？なんかサッカーと野球やってる。あ、野球やってんだ。パパは上手なの？野球。普通。普通か。じゃあパパと一緒にやりながら野球はやって、サッカーはみんな好きなの？好き。好きですか？サッカーはやってる？ちょっとだけやってる。ちょっとだけやってんか。あ、いいよ、ちょっとだけでもいいから、 いろんなスポーツやってね。はい、それでなんだっけ、質問は
思い出の試合？そうです。思い出の試合はね、なんだろうな、自分のプレイヤーの時はなんかね、あの国立競技場で北朝鮮とやったのね、あの雨でぐっちゃぐちゃのグラウンドで、あの今じゃ信じられないくらいの、そこのぐちゃぐちゃのグラウンドでやった北朝鮮戦、選手の時はね。そんでまあ監督になってからは、そうだな、まあ浦和と FC 東京でやったんだけど、まあ浦和で言えば本当に最初に監督で勝った、あれはジェフ千葉かなの試合とか、あるいは FC 東京で最初に勝ったのが、あの鹿島に2002年に勝った開幕戦とか、そういうの覚えてるね、試合はね。はい、ちょうまくん聞こえてる？あ、それでな、ございます。はい、それで試合前なんだっけ、やっていることだっけ、やってたこと？緊張してますか？ああ、試合？うん。ああ、緊張しないって言えばやっぱり嘘だよね。やっぱり緊張するときはするね。でもなんか、その緊張をこう楽しめる、そういうときはいいね。あの緊張して力がこう入りすぎちゃうっていうよりは、いい緊張感で、あのなんかこう、そうすると、なんて言うんだろう、この神経がさ、このピリピリピリっとして、普段よりもさらになんかこう、テンションが上がって、あのいいプレーができるって、だから緊張をいい方に変えていくっていうのが得意だったかもね。だから、大きな試合とかの方が好きだったかもしれない。緊張するけど、それを楽しむ、そういうタイプだったかもね。僕も緊張しても しても頑張ります。おー、いいね、いいね、そうだね、いろいろ楽しんでね。 YouTube 見んのもいいけど、野球とかサッカーとか他のスポーツもやってね。あとはなんだっけ、質問は。そんな感じ？他に何かある質問？サッカーをやっていないときもモテたよとは言えねえな。というか、まあ、サッカーをやってるとき、あー、どうだろうね。モテ、まあ、普通だな。まあ、モテたか。モテだな。モテたことにしとこう。モテだな。まあ、今もモテるけどね。なんて言っちゃって。それの冗談が通じるか。小学校2年生には。うちの孫だったら、何言ってんのって言われちゃうかもね。僕もサッカーしてるとモテますか？モテるよ。まあサッカーしてるっていうよりも、なんだろう、サッカーだけじゃなくて他のスポーツでもいいし、まああの勉強でも他の何でもいいんだけど、なんか一生懸命やってる人を見ると、そういう姿はモテんじゃないと思うけど、そういうなんだろう、一生懸命やってるそういうのを見るとね、そういう人は俺は好きだね。だからでうまくいったとかいかないじゃなくて、そのそういう姿勢がある人はモテると思うよ。そういう人、そういうのを見てると思う。ありがとうございます。あんまりモテすぎないように頑張ってね。はい、はい、はい。しょうまくん、他に聞きたいことあるかな？サッカーがあまり好きじゃなくなりました。そうなんだ。何が好きなの？何が一番好きですか？
野球です。あ、いいんじゃない、野球もさ、野球もだって楽しいっていうか、おじさんもね、小学校の最初の頃は野球やってた。だからサッカーがなんか最初は全然うまくいかなくて、野球の方が得意だったね。だから翔真くんは2年生でしょ。うん。だから今は野球好きだったら野球やればいいし、そんでまたそれはずっと野球だけじゃなくて、そのうち、まあ、サッカーが好きになるかもしれないし、他のスポーツが好き、ラグビーが好きになるかもしれないけど、やっぱり今は勉強いっぱいやった方がいいけど、やっぱりなんかスポーツはやった方が、体を動かした方がいいと思う。早いうちにね、動いた方がやっぱりこういろんな神経も発達するし、体も強くなるから、まあ今は野球好きだったら野球 やればいいんじゃないの。サッカーは応援してくれればいいやと思うし、そのうちサッカーが本当に好きになるかもしれないから、その時のためにも今は好きな野球をやってればいいんじゃないかな。お父さんに上手になってもらってね、お父さんとやればお父さんももっともっと上手になるかもね、野球もね。ありがとうございます。サッカーも野球も頑張ります。おー、いいね、頑張ってね。はい、お父さんにもよろしくね。はい、しょうまくん参考になったかな。はい、はい、じゃあいろいろスポーツ頑張ってね、これからも。ありがとうございます。はい、ありがとうね、さよなら。さよなら。はい、ありがとうございます。はい、2年生かわいいね、小学校2年生ね。そうですね、すごいなんかいろいろと2年生なりの考えてることもあるんですね。まあね、うん、まあなんか孫と話してるような感じだね。はい、うん、はい、以上で電話相談は終了になります。終了か。はい、あ、大変だな。はい、子供はだからちょっと顔が見えないからね、まあ大変難しいっていうのもあるけど、でもまあ子供らしいこう純粋な悩みとか思いとかね、そういうのがなんか心が現れるような感じだね。うん、結構難問も多かったんじゃないですか、原さん。難問は多いね。大人の人よりそうね、大変だよね、伝え方がね。はい。まあでも、なんて言うんだろう、少しでも、まあ、お役に立てんかどうかわかんないけどさ、ただ、うん、楽しかったの楽しかったね。うん、ただ、伝わってるかどうかがちょっと今一つわかんないなと思うんだけど。伝わってると思います。そう？はい。うん、じゃあ最後に、うん、今、お家にいる子供たちへメッセージをお願いします。今、そうだね、みんな、なかなかこう体動かしにくいとかね、外に出にくいとか自由に動けないというのはあると思うけれど、今は少し我慢してもらって、でもこういう時だからこそ家族と一緒に過ごしたりとか、あとはなんか例えば勉強もそうだし、いろんなことを考えたりとか、そういうふうにしてくれる時間にしてくれたらいいんじゃないかなっていうふうに思うね。だから決して無駄なものはないと思うから、今は今でやれることを楽しんで、むしろなんかこれができないあれができないっていうよりは、今楽しめることを楽しみんで、うん、それで自分だけじゃなくて、こういう時でも病院で働いたりとかね、スーパーで働いたりとか、荷物を運んだり、どうしても働かなきゃいけない人はやっぱりみんなのために頑張ってくれてるから、そういう人たちの感謝の気持ちは忘れないで、で、やっぱり人間は一人じゃないっていうのをこういう時にこう少しでも感じてくれて、で、平和とかそういうものって当たり前じゃないっていうことを、この子どもたちこそいろいろ考えてもらうきっかけになってね、くれたらいいんじゃないかなと思うけどね。まあいつかまたこれをうまく付き合っていくような時も来るだろうし、ずっとこれが続くとは思っていないし、でもこれからの未来をこう
気づいていくのはそういう子どもたちだから、その子どもたちがこういう地球であったり世の中がこうずっと続いていくようなために、いろんなこの今はそれこそ学んで成長してもらっていければ、うん、またいい時代がこう続いていくんじゃないかなと思うけどね、うんうん、はい、ありがとうございます。まあこれ聞いてる人いんのか、います。子供さん、そうね、子供さん聞いてる人いんだかどうだか分かんないけど、まあ初めての企画だけど、これはどうなんだ。コメントを見てると、めちゃくちゃ勉強になりましたと言ってくださってる方も多いです。それ自分で書いてんじゃないの、企画倒れだ。今 YouTube 見ててそういうコメントも来てますので、本当はさ一番いい季節だよね今ね。そうですね、本当はね、新緑の時期で山に行ったり、はい、あるいは家族で行ったり休んだり、まあでも我慢しよう今はね。だけど、はい、こういう年がまた何かのきっかけに、今みたいな時期が何かのきっかけになって、いろんなものがまた変わっていったり見直されたりするっていうような気はしてるから、うん、まあ今を元気にまずは過ごして、はい、ことかな。はい、うん、またこの企画どっかのタイミングでやりたいと思いますので、お家にいることも。いいんだろう、これで終わりでいいんじゃないの。いいですか。お子さんだって、お子さんは大変だね、やっぱりね、子供のは歌い方が本当に難しいなって。そうですね、思うけどね、はい、うん、まあちょっとあれじゃないの、まあいろんなことやってみたり、あるいはなんていうかな、お子さんだけじゃなくて、まあ相談というよりも、なんだろう、この J リーグ TV で、はい、こんなことできないんだろうかみたいな皆さんのコメントだったり、うん、はい、あるいはほら指導者も練習ができないわけだから、まあ、プロだけじゃない、はい、いろんなその子どもたちの指導者がいろんな悩みを持ってたりとかさ、あるいはいろんなノウハウを持ってる人たちがこう、なんかこうこういうところで集まって、こういろんな本当にこの育成のこととかさ、うん、育成の例えば本当にこう試合環境のあり方とかトレーニング環境とかさ、はい、どういうことがいいみたいな話し合いができるような、なんかそういう皆さんからのなんか提案とかさ、そういうのがあれば、うん、せっかくの機会だからこういう場所を使って、うん、そういう人が集まりながらこれができるんじゃないかとか、うんうんうん、そういうのも考えていいかもね。なるほど、うん、あるいは元元というか J リーグの監督経験があるような人とか、あるいはアカデミーでやってる人とか町クラブの人とか、高校の先生でもいいし、いろんな人と、うん、やっぱりまずは今もっとこうじゃないかとか、そういうのができるようなきっかけ、今ズームでやってんじゃない、よく、はい、そういうのとかもこうつなぎ合わせるようなことがもしできんならば、こういう機会にいろんなこう、まあ、全部ここでやるっていうんじゃなくて、そういういろんな人がこうつなぎ合わさってね、いろんな人とか、うん、あるいは学びの場とか、情報共有ができるようなところもあっても面白いかなとは思うけどね、はい、まあ、考えてみて、はい、まあ、考えてみて、J リーグも考えてんだけど、まあこういう時じゃないとなかなかできないこともあるのかなっていうふうにはちょっと思って。そうですね。あと大人の相談室もやってほしいというコメントも結構来てますよ、多く。俺が相談したいぐらいだよ。今回実は、まあ、要望があれば、はい、フランクにこうやってなんだろう、ここで回答ってんじゃなくて、そういうことをなんかつながる場所みたいなね、うん、そういうとこになれれば本当に、うん、いいっていう思いはあるけどね。今回実は小中学生を限定にさせていただいたんですね、うん、質問の中には大人の方とか高校生の方もいたんですけども、はい、子ども相談ということであえて小中学生を限定にさせていただいたので、うん、まあ、これからは大人の電話相談もやってもいいかもしれないですね。まあ、需要があればね。だけど相談っつっても、まあなんだろう、今日もそうだけど、こういう感じでしか答えられないからね、うん、だからそれが本当にお役に立てるかどうかがちょっとよくわかんないところあるけど、うん、
まあ、あの皆さんの反応でさ、あの、はい、もしお役に立てんであれば、こういうのやってほしいっていうのがあれば、あの、うん、そうですね。うん。はい。はい。それでは、あの、長い間、ありがとうございました。長い時間。あ、はい。そうだね。はい。あ、こちらこそ、あの、本当に楽しかったっていうかね、子供たちってなんかこう、やっぱり素直だからね、反応も、なんか、はい、ストレートに出てくるから、あの、こっちも緊張もした、緊張というか、うん、やってみないと分かんなかったけどね。まあでも、思ったより早く、あの、時間も過ぎたし、そうですね。お役に立ったならありがたいなっていう感じだね。はい。はい。それでは YouTube 視聴者の皆さん、ありがとうございました。さあ、あの、また、いい天気ですが、なるべく、今は家にいながらですかね。あるいは、その、あんまり人混みのところには行かないようにしながら、その中でやれることをやって楽しんでいきましょう。はい。元気。はい、また、さよなら。はい、さよなら。